こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は埼玉県さいたま市大宮駅13番14番新幹線ホームにやってきました。本題とは全く関係がありません。東北新幹線、山形新幹線、 E2 系やまびこ号と E3 系12000番台翼号の連結がもうしばらくすると見えなくなるということで、まずはやってきたわけです。2000番台の L67 編成と J69 編成の連結部分となります。初めて見ますのでよくわかりませんが、東京ディズニーリゾート40周年を記念したラッピング編成となっているようです。この光景ももう見ることができなくなってしまいます。 E2 系ではなく E5 系が相手方と変わるようです。出発していったのは東京方面に向かう列車でした。こちらは仙台山形方面に向かう列車。思ったより駅ホーム、記念に残しておく方がたくさんいまして混雑をしていました。ダイヤ改正を迎えますと様々な動きがあります。ということで本題に入りまして、奥に見えている建物、 JR 東日本大宮総合車両センターです。2024年2月14日に高崎車両センターに所属する211系3000番台4両編成の A59 編成が入場をしています。そしてこの後どうやら出場となるようです。かれこれ40年以上運用されている車両です。勝手にそろそろ引退するのではないかと思っていましたが、延命することが発表されています。そしてどうやら A59 編成に延命改造工事が行われたようです。一体どの辺が変わったのか、この後様子の方見ていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。新幹線ホームにいても全く分かりませんので、この後は在来線ホームに移動します。おそらく11番線ホームに行けば見ることができるんではないかと思います。 JR 東海では315系が次々に増備されまして、211系は西浜松の方に廃車改装、そしてどんどん解体が進んでいます。その中で JR 東日本の211系が延命改造工事を受け、この先もまだ乗車することもしくは見ることができるとなったのはとても嬉しいことです。高崎地区以外に長野地区でも211系は運用されています。同じく延命処置が行われたようです。ここ大宮で改造工事を受けたということではありません。長野総合車両センターでも行うことができます。奥の建屋を見ますと211系を早速確認することができます。最後尾尾灯が点灯しています。高崎車両センターに所属しますので、新前橋駅周辺に位置をしています。入出場する際は移送で改装となります。こちらの建屋に収まっているということはすでに出場準備が終わっているかと思います。もうしばらくしますと出てくるかと思います。延命処置の方は調べてみますとそんなに大掛かりなものではないようです。長野を出場しました211系を見てみますと、屋根上頭上のベンチレーターが撤去されているようです。車内と車外の空気を入れ替える換気装置のようなもの、屋根についている四角いものが取り外されています。となると車内の空気の入れ替えできないのと思われる方いらっしゃるかと思います。しかし最近の空調機とても進歩していますので問題なく行うことができるようです。屋根の補修強化することが延命工事の第一の目的だったようです。ベンチレーターがついていますとそこから雨水が入り込み腐食してしまいます。取って平らく固めてしまえば腐食することはなくなります。
まあ、あくまでも長野で行われた改造工事の内容となりますが、こちら大宮で行われた改良工事も似たようなことが記載されていました。この後出てきます A59 編成、屋根を見てみればすぐわかるはずです。そして所属表記の方がどうなってるのか気になるところです。労働組合の資料によりますと、2024年度に10編成延命工事が行われると記載がありました。しかしまだ2023年度です。前倒しで行われたんでしょうか。車体番号を見て気づきましたが、こちらは鎌倉車両センターに所属する E259系、黒 E259 の22と確認することができます。 NE22 編成、最後まで旧塗装で残っていました。しかし入場しまして、新しいものに変わっています。この列車は15両です。当駅を出ますと、次は東大宮に止まります。足元オレンジ色15両乗車口でお待ちください。グリーン車は4号車と5号車でお待ちください。この列車は東大宮、蓮田、久喜、古賀、小山と小山から先の各駅に停車します。いやー、ついに出てきました。4号車車体番号を確認しますと、雲波211-3059と確認することができますので、 A59 編成ということで間違いありません。ファンは残っているものの、やはりベンチレーター撤去されています。そして屋根を見ますと、とても輝いた補修を受けたような感じがします。屋根全体がネズミ色になっていまして輝いています。そして上から見てみますと、いろいろ撤去された部分がとても目立っています。行ってしまいました。完全にいなくなってしまいました。この後高崎線を下ります。この場からでは出発することができませんので、一旦大宮操車場方面に向かっています。そして入れ替えまして、おそらく11番線に入線、そして高崎線を下ってくんではないかなと思います。ここ最近の流れとしまして、そんなに古くない車両が引退をしまして、廃車解体という流れになっていました。その中で延命というのはとても嬉しいことです。まだまだ見ること、乗車することができます。この先どうなるかよくわからない電気機関車がやってきました。吹田機関区に所属する EF66 型100番台です。所属表記はそのままになっていたのを確認しています。しかし信号変換がなくなったような感じがします。そもそも屋根の方なんかすっきりしまして違和感がありました。もう間もなくしますと11番に入ってきます。
そして高崎を目指すわけですが、最後にお見送りをして終了したいと思います。この先もいろんな列車、いろんな車両を見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。信号円環はありました。そして所属表記もそのままとなっています。屋根の方、もう少し捉えたかったのですが、場所を探しているうちに行ってしまいました。スイッチャーの方も大宮総合車両センター内に戻ってきましたので、本日はこの辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。